アーノルドもね、頑張るようになってるから超好きなんですよ。めっちゃ守備するからね、プレシーズンとか見てても。あとは、こう、チェルシーみたいな強度高い相手の時に、アーノルドは批判応えたからやったっていうより、本当に今、与えられてる役割がアーノルドシステムって言っても、差し支えないぐらいの、サイドバックからボランチャイって、本当、君がいるからできる形だよみたいな、信頼がすごいから、それに応えれるっていうか、テンション上げてもらってるって感じだ。MC 任されたっていう。MC やりながら一発ギャグやってみたいな。司令塔やりながらいいクロスも上げてねみたいなことだから。アーノルドがちゃんと裏キャッシュしたおーっと。一応手出してるか、ファール気味であるけど、プレミアだとこんぐらい飛んだそう。いいね、アーノルド。戦ってるな。髪型があってもう変わったもんね。もうチャラついてないもんな。副キャプテンの髪型してるもんね。あー、見てないか。あそこ声出せるだけで結構違うんだけどな。アーノルドとダーウィンあんま仲良くないかもしんない。今めっちゃ良かったけどね。ああいう風に一回ポイントで受け行ったりすると、ディフェンスラインにズレできるから、裏行くためのスペースできるでしょ。あれが大事なのよ。ほんとパス出てくる出てこない。戦術よりも人間関係ですからね。そう、ベリサカ君、ハーランドっぽかったね。さっきの間で受けて、落として、一気に裏走るみたいな。そう、ベンフィカみたいにね、ダーウィンのことをみんなが見なくていいから、ダーウィンから降りていくというか、仲良くなりいかなきゃいけないからね。ちゃんと助走距離取っていいのいいっすね。いやー、アーノルドっぽくない素晴らしい守備。いや、アーノルドが守備良くて拍手するみたいなほぼなかったっすね。できなくてもいいけど、やる気は出せって選手だったじゃん。ちゃんとやる気出してるからね。もうカンセロと同列では語れなくなる。噛み切ったのがトリガー。でも、アーノルドの頑張りをずっとやってる選手たちはいっぱいいるんだよ。だから、まあ、ね、ヤンキーゴミ拾う理論に今なってんだけど。アーノルド、中入ってきてないのは、リバプールはポゼッション安定させてないからだと思いますね。リバプールはしっかりボール持ってみたいな局面少ないよね。昨シーズンまで守備に不安があったアーノルドを偽サイドバックにしてまでサイドバックで使う一番理由って量産的に何だと思いますか？他の配信でも言ったんだけど、アーノルドいるだけでセットプレーになるんですよ。アーノルドからのキックって一発でフィニッシュまでいけるから。このキックがあるだけでチャンスができるっていう。で、ゲームに絡む回数多くなるしね。ボランチに入ると。で、ディフェンスラインでカウンターのケアすることも少なくなるから。ただ、やっぱサイドバックが中入れてるからね、撤退守備の時は絶対にセンターバックのね、右脇は守るわけだから。弱点は継続なんですけど、ただ、1失点はするかもしれないけど、アーノルドいることによって3得点増えるよね、みたいな考えだと思います。アーノルド守備良くなってるっていうか、頑張るようになってる。なんかこう、ちゃんと判断は今後も間違い続けたりとか、裏ケアできたりとか、ロックできたりとかいろいろあるんだけど、だからどっちかというと失点シーンは、ファンダイクの方の修正の方が重要だから、まああれをアーノルドが声かけれるのが大事なんだけど。